旅に出ようよの梅チャンネルです。今日は熊本県の阿蘇山に来ております。阿蘇山に登る途中にこの米塚というプリンみたいな丸い山があるんですけど、有名な山です。もうちょっと上の方から見た方がいいような気がします。はい、米塚を違う角度から今見ています。山に登ってきました。息が苦しいです。しかしこの景色、外輪山が後ろに綺麗に見えて、真ん中にはこの有名な米塚が正面に綺麗に見えます。そして後ろは確かこれ烏帽子岳だったような気がします。多分烏帽子岳だと思います。あ、これさっき涅槃像のつま先の部分じゃない？大観峰はあそこ、はい、さっき正面の外輪山の方の大観峰からこっちを見てみましたけど、今度は逆から大観峰を見てます。うわ、米塚が綺麗に、多分烏帽子岳ではないです。違う、何岳？烏帽子岳、これなんて言うんですか、好みさんの木島岳、木島岳か、木島岳かな。烏帽子岳はこの裏側の方です。ごめんなさい、烏帽子岳は裏側の方でした。すごいね、この山の削れ方。大自然じゃん。やっぱ辛い思いしてでも少しでも登ったらいい景色がある。人生と一緒。リスクがあればリワードがあるってこと。すごいね、この景色。あ、本当だ。長崎県柴原の普賢岳が正面に見えます。ひときわ高い山、すごい高く見えますね。あんま高くないのに、こう見るとすごい高く見える。米塚が綺麗やね、うん、向こうが九重連山。九重連山が見えるね。じゃあもうちょっと上まで。でもそこにちょっとした谷がありますよ。行けないかもしれない。ちょっとなんか危なそうな谷があるんですけど。あれ、これ行ける？いや。流れてる谷みたいなのが、いや、行けるよ、けど大丈夫ですね。行けると思うけど、まあ、これ草スキーできるじゃん。あ、もっと米塚が綺麗に見えてきた。
すごい米塚が綺麗に見える。これはやばい。またしても梅野さんに従っていればよかったっていう話になってしまいます。